ニコライドー、ニコライドー、ニコライドーは、東京都千代田区神田駿河台大にある、聖教会の大聖堂。ニコライドーは通称であり、日本に聖教会の教えをもたらした、ロシア人修道司祭、後、大主教聖ニコライ由来する。正式名称は、東京復活大聖堂、であり、イースス、ハリストス、イエス・キリストの復活を記憶する大聖堂である。 日本正教会の主座主教座大聖堂、ロシア正教会の聖堂ではない。工実。建築面積は約800平方メートル、6章をまとった高さ35メートルのドーム屋根が特徴であり、日本で初めてにして最大級の本格的なビザンティン様式の教会建築と言われる。1891年に竣工し、駿河台の高台に位置したため、 お茶の水界隈の景観に重要な位置を占めた。関東大震災で大きな被害を受けた後、一部構成の変更と修復を経て現在に至る。1962年6月21日、国の重要文化財に指定された。日本で最大の聖教会の大聖堂であり、全日本の不主教が管轄する主座主教座教会である。現在の不主教はダニール。 主題区を。建物としての大聖堂の正式名称は、東京復活大聖堂。ハリストス復活大聖堂といった表記のブレがまま見られるが、こうした表記は、当事者によって用いられる、正式名称ではない。この大聖堂を拠点とする、教会名は、東京復活大聖堂教会である。ニコライ堂は、自治性教会である日本ハリストス性教会。 日本正教会の中心であり、全日本の不主教座、東京大主教座制度である。したがって教派名である、正教会、正教を関して、正教会の大制度と呼称するのは正しいが、主に、ロシア連邦、近隣地域を管轄する一独立正教会の、組織名、ロシア正教、ロシア正教会を用いて、ロシア正教会の制度と述べるのは誤りである。 ギリシャ正教は教派名としても用いられるため、ギリシャ正教の聖堂と呼ぶことはできる。例外もあるが正教会は一カ国に一つの教会組織を備えることが原則であり、ギリシャ正教会、ロシア正教会、グルジア正教会、ルーマニア正教会、ブルガリア正教会、日本正教会など、これら各国ごとの正教会が異なる教義を、 信奉しているわけではなく同じ信仰を有している。他教派にも同種の習慣を持つものがあるが聖教会の聖堂は、聖書に記された出来事やイースス、ハリストス、イエス・キリストのギリシア語読み、聖信女一般に言う聖母マリアあるいは聖人な何らかの記念を伴う。本聖堂の場合は、正式名称が示す通りイースス、ハリストス、 イエス・キリストの復活が記念されている。他方、ニコライ・ドーオとの名は、聖教会で、アシト聖ニコライと呼ばれる1970年に、劣勢されたニコライ・カサート金に由来する通称である。本聖堂は建立当初より、ニコライ・ドーオという名称で知られているが、聖ニコライを記念した聖堂というわけではない。ただし、大聖堂内の一角に、アシト聖ニコライ聖堂、 敷地内には、アシト聖ニコライ記念制度が設けられている。聖ニコライの依頼を受けたロシア工科大学教授で、建築家のミハイル・シチュールポフ、マイケル・エシュシャーラ・ラポーフが原設計を行った。親とい外国人として来日市民間の建築設計事務所を開いていた、ジョサイア・コンドルが実施設計を担当。建築工事は、長里康助が請け負い思考は、清水組。 現、清水建設が担当した。シチュールポフの原設計とコンドルの実施設計の間にどれほどの改変が行われたのかについては未だ不明である。ニコライカサート金は建設に意欲的であったが困窮する電業者等の教団関係者の生活費に建設資金を充てるべきであるとして、電業者、信者が沢タクマを担いで建設に反対するといったうもあった。 これは、建設にかかる費用の多くが、匿名の多くのロシア人からの大聖堂建設のためにと目的を指定された、現金を受けたものであったことにつき、ニコライによる説明が不足していた事情も背景にあった。ニコライとサワベの関係は一時緊張したものの、後に若い。1884年3月に寄港した後、サワベは建築中の現場で、宮城、 皇居を見下ろすことに建設を妨害しようとする右翼への対応をした。建設中との1889年頃からは、戦闘が宮城を見下ろす形になり不景であるとの建設がルフするという反響があったが、右翼による妨害もその一環であった。成長によって温和な精神にはなっているが、清掃年時代の武道の精神が要望に現れた、拓魔の姿が建設現場に現れると右翼は、 いつの間にか姿を消していたと伝えられている。7年後の1891年2月に竣工した。あと、同年3月8日に、成成式が行われた。レンガ作り及び石像で、ギリシャ十字型のプランを有する制度であり、中央に八角形ドームをいただく。屋根は銅板武 24万円の建設費用の大部分は、ロシアの政教徒たちの献金によって賄われたと言われるが、予算の政権から、ビサンティン様式の特徴である、内部空間の豊かな装飾は見られない。イコノスタシスト、金はロシアに発注された。イコンは、ペシェホノフ、VM ペジャコノオブが制作したとされ、イコン画家、山下林が制作したものも4点あったと伝えられる。 駿河台に位置し、明治初期から中期には、近隣が明けていたため遠方からもドームを望むことができたと言われる。明治の名建築の一つに数えられ、夏目漱石、それから1909年の一節に元をする二の三。与謝野秋子、与さ野鉄官、木下木太郎といった詩人にも、ニコライ堂が読まれている。 1923年9月1日に発生した関東大震災により、レンガ作りの首楼が倒壊して、ドームを破壊し、この時に発生した火災により、このスタシスなどを含めた内部や木造部分の多くを焼損、聖堂付属の図書館、神学校なども類称した。日本政教会は、セルギー大主教、肩書き当時、後不主教の指導下、公開において、 大聖堂の復興を決定、1923年10月20日。また、1918年に松山に建てられた聖堂を解体して、駿河台の被災した王道の近くに移築し、1924年4月に、これを奇跡者聖聖者聖ニコライの名で聖記をしして、聖ニコライ聖堂とし復興工事の間の大聖堂が使えない間に、 方針例に使用した大聖堂復興後、戦後も小聖堂としてく、使われた。図書館などの周辺施設の復興にあたっては、内務省から補助がなされた。セルギー大主教は、日本全国を回り、復興資金のための献金集めに奔走。その際には、日本人信徒のみならず、白系ロシア人信徒、海外の正教会、さらには、信徒ではない者からの献金もあったと伝えらる。 財政上の理由からやや時間が置かれたが1927年から1929年にかけて岡田新一郎の設計により構造の補強と修復が行われ主労を低く抑えたことなどにより外観が一部変更された改修の遺書については賛否があったと伝えられる金はロシア製の大金一つとポーランド製の小金五つからなっている 1962年6月21日、国の重要文化財に、日本ハリストス聖教会教団復活大聖堂、ニコライ堂の名で指定されたがこれに際して、岡田による球体の改変の程度が検証された。その結果として、変更点はなどであったことが確認された。首楼の上部及びドーム、ドラム部分の構造形式は、鉄筋コンクリート作り及び鉄骨作りとされた。 壁体については装飾や窓周りを含めて当初の構造異常がよく保持されており指定の際には主としてこれが価値を有すると認められた。またこの機会にコンドルがどの程度設計に関与したかが研究されたが判然としなかった。回収により設置された中2階バルコニー部分にイコノスタシスを備えた小制堂が設けられていたが安全上の 問題などにより移設され、2009年時点では1階の左右、南北両翼部分に小聖堂が設けれている、南側が足と聖ニコライ聖堂、北側がラドネジの聖セ,セルギー聖堂である。第二次世界大戦戦時中、ニコライ堂は空襲による被害を免れて無傷のまま残った。東京大空襲の後には地元からの要望により、 安置場所のない焼け焦げた遺体が大量に大聖堂に運び込まれた。遺体の放つ輪が燃える光により夜には大聖堂の窓が青白く光っていたという。ほとんどの関係者は遺体の数と惨状を恐れて大聖堂に近づかなかったが当時セルギーフ主教の後任として日本正教会統括する主教であったニコライオのキ一のみは大聖堂に入り、 一人パニヒラを捧げていたと伝えられる。戦後は土地取得の問題が日本政府との間に発生し、ニコライ道は敷地の一部を売却して、現在の敷地の購入費用に当てその敷地を大幅に縮小することとなった。維持管理の不足により内外が劣化し、外壁モルタルの落下を契機として1990年10月から1994年3月にかけ、 財団法人文化財建造物保存技術協会の管理による建物調査や耐久性の検討が実施された。部分的な構造補強を含む本格的な修復工事が1994年6月から開始され、この間には創建時、改修時の構造材料や振動特性などについて詳細な研究が行われた。内装の一部も更新され、 事前調査から通算で9年程度を経て、修復は完了した。敷地内には、神学校、新都会館である、ニコライ会館、伝道会などに使われる旧ニコライ学院、東京大主教王、日本府主教を兼任館、足と聖ニコライ記念制度がある。土曜日の夜には徹夜、祈り、実際に徹夜するわけではない。手術、日曜日の朝には、 生体礼儀が行われる。他ご春祭、ペンテコステ、高端祭、クリスマスをはじめとする十二大祭りや、復活大祭なの祭日や、大時などの祭日などに、伝統の定めるところに従って、方針礼、礼拝が行われている。日本正教会の主座主教である不主教家の主教座制度であるため巡回時等を除き、基本的に、主日日曜日には、 司教祈祷による大規模な生態礼儀が行われている。また、特に行事が開かれる場合を除き月曜と、長期休校期間中を除いた毎朝、夕に神学校生徒による方針礼、礼拝が大聖堂内の小聖堂で行われている。他に、聖教徒のための必要に応じた祈祷として、感謝祈祷、旅行の安全のための祈祷、病気平与などの祈祷が行われ、今廃式。 結婚式、英民者のためのパニヒダ、埋葬式など、信徒の生活に密着した道も行われている。12月24日夜 -25 日未明は、交誕祭、5月4日シニア -5 日未明は、復活大祭が開催される。現在のニコライ堂のイコノスタシスの設計には、カンナリハリストス聖教会と、オダーラハリストス聖教会の聖堂を設計した。 建築家内進が関わっている。内井進の子で戦後の日本建築を代表する建築家の一人、内井正造はガウリールとの生命を持つ聖教徒であり、ニコライドのイコノスタシスに遺コを献納しまた。その葬儀、埋葬式はニコライドを行われた。内井進の父、内井正造の祖父、河村井蔵聖名、モイセイは聖教会の聖職者。 新品であり、設計家として、函館ハリストス聖教会再建、1916年、及び豊橋ハリストス聖教会の説を担当している。ロシア五人組の一人、リムスキー・コルサコフに指示した、作曲家、キンス・ヨシユキシンは、インド圏機との声明を持つ、聖教徒であり、ニコライ堂の聖歌式を務めた。その門下には、ニコライの鐘を作曲した、作曲家、 古関有事がいる。リトアニア領事館領事代理として、ユダヤ人にビザを発行したことで知られる、杉原千畝生命、パーウェルは、聖教徒であり、ニコライ堂敷地内にあった、ニコライ学院で教鞭を取ったことがある。フィンランド聖教会で活躍したイコンダカペトル・佐々木、岩尾は、敷地内の神学校出身である。また、つぐみちの長男であり、ロシアで洗礼を受けて、 聖教徒となっていた西郷樹里、生命、アレキセイの葬儀に際しては、ニコライ道、東京復活大聖堂が進行する以前のことで、あるが、同地、神田駿河台の聖教会の聖堂にて、ニコライ首教、司等の元埋葬式が行われている、1885年4月24日。このアレキセイ西郷の埋葬式が、日本で初めて行われた、 正式な政教会式の埋葬式であった。プロテスタントの上村正久は、葬儀における信教の自由がまだそれほど認められていない日本の当時の情勢にあって、西郷家が愛事の信仰を尊重し、葬儀を政教会式に営んだことの影響は、決して小さくなかったとしている。中村健之助はこの葬儀を日本の信教の自由の小さな礎となったものと評価している。 平日の午後、10月から3月は13時から15時半、4月から9月は13時から16時、配管を受け付けており、ミシンとは啓蒙所と呼ばれる、聖堂内の一部まで見学可能。方針例が行われていない、時間帯の配管には、ろうそく代として見学料、配管維持費、志納金300円が求められる。聖堂内は、今廃式、 結婚式等の特別な場合を除き撮影禁止。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。